エルビアン TV、 エルビアン TV のゆでーす。皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。今回私なんで一人かっていうと、レイが今、友達とお出かけをして遊びに行っています。で、帰ってくる前に私はサプライズをしたいと思って今回これを撮ってます。そのサプライズとは、でん、レイの好きなものをゆうが作る。イエーイ。普段料理をしない彼女が料理を作った場合どんな反応をかちょっと見ていきたいと思います。で、これプラス記念日のお祝いご飯として、私が作るっていうのも含めてです。これこの前買ったやつなんですけど、これまだ未記入で残してて、これも今日料理と一緒にちょっと書いてテーブルのとこに置いて、なんかちょっと驚かせたいなって思います。エルビアン TV、 今回の料理は、はい、たらこパスタとサラダ。レイはね、たらこパスタがね、もう本当に本当に本当にもう大の大好物だから、絶対喜ぶと思う、多分まずくなければ。作りまーす。今パスタ茹でるためにお湯を張って沸かしてます。このお湯を沸かしてる間にサラダ、まあ、普通に作れば大丈夫だと思うんだけどね。サーモンとレタスのサラダです。はい、切ります。これはこんな感じ、これ皮、皮切るとね、やっぱ取れない。生クリームとあとはバターチューブね。で、これでたらこのソースを作りたいと思います。これたらこ調理するのマジ初めてだからね、結構緊張する。切って、まあ、こうやって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 、あ、はい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 、ほっ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 、めっちゃ太してんじゃん、大丈夫かな。レイはね、本当にねパスタが大好きなんですよ。バター大さじ2杯ぐらい入れますね。生クリーム少々、なんかよ、すごい、めんつゆ入れって書いてあった、ホタルイカのクラムバーニャカウダと、これ使いますね、せっかくなん で使って、ちょっとどういうミラクルな感じの料理が生まれるかっていうのはあると思うんですけど、まずくはならないはずなんですよね。売れてましたね、バーニャカウダシリーズ。他にもあったんですけど、ホタルイカがダントツ売れてたんですよ。だから一応人気商品ということで美味しいんじゃないかな。はい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 、ね、はい、パスタが茹で上がりまして、お湯を切ります。そしてお湯を切ってからオリーブオイルを入れて混ぜます。オリーブオイルをね、入れなかったらくっつくんで、ちゃんと皆さん入れてくださいね。おかしいな、これ汚らしいね、これ汚らしいな。いや、多分味は美味しいと思うんで大丈夫だと思います。で、あとはこのパスタ、この茹で上がったこのパスタとを混ぜるだけです。入れていきます。で、これにさっき作ったたらこのソースをかけていきますと。とレイのを多めにしたら、レイは入れてるから、レイをところをたらこ尽くし。そしてちなみにレイの方は麺がすごく大盛りなんですよね。出来上がったのはこちらになります。たらこパスタ。ゆう的カルパッチョ、ゆうパッチョ、完成です。はい、準備が終わりました。で、今テーブルの上に並べました。でん、こんな感じ。これでお手紙がここに置いてある。あとはレイの帰りを待ちます。あと10分ぐらいで来るんで、で、このままカメラ回しときます。レイがもうすぐ帰ってきます。なんかセリングサンセットっていうハリウッドを舞台にしたなんか不動産の話があるんですけど、もうイケイケのね美女たちが出てくるやつなんですけど、これレイ好きなんで、これをつけて待ってようと思います。喜んでくれたらいいですね、本当に。おかえりレイちゃん、小鳥ちゃん、ただいま。あんたいいね、おむつ、いいね、かっこいいね、その柄。でもちょっと遅刻してるみたい。おむつ？ね、美味しそう。
美味しそうでしょ。作ったのゆうちゃん。すごいね。これさ、レイが好きだから作ったの。そうで、あとね、記念日のしかもさ、サーモンのカルパッチョ。どっちもレイめっちゃ好きじゃん。サーモンのカルパッチョだと思う。あのユーパッチョ。ユーパッチョ。ありがとう。ユーパッチョ見てあった。そしてお手紙も用意してます。読んでいい？いいよ。かわいいよね、これ。やっぱさ、この柄かわいいと思ったの。かわいい。かわいい。本当に？いや、お手紙めっちゃ嬉しい。ねえ、これさ、どっちがどっち？どっちがだりまるさんで、どっちがひのきち？こっちがだりまる、こっちがひのつき。だって足短くて待って、片身折れてる。そう、片方立って片方寝てるから。ありがとう、これ手帳に挟んどくわ。うん、ありがとう、ゆうちゃん。ありがとう、ゆうちゃん。おいでおいで。ねえ、ちょっと冷めちゃったかな、ごめんね、帰り遅くなって。うん、大丈夫。あのね、帰ってくる時間聞いてたから、その時間にね、いい感じになるように。食べよう。うん、これ、1年半の記念日だから作った。そう、おいしそう。そう、パイド見て作った。でもね、ちょっとね、しかもね、大丈夫かな。大好き大好き大好き、知ってる。もう大好きなの知ってる。で、これはサプライズの第2弾になります。1回目はチョコレート、バレンタインチョコレート、うん、やってくれたね。はい、第2弾たらこパスタということは、ということは、ということは、動画。正解です。勘が鋭くなりましたね。うるさ。美味しいの？まあ、じゃあ食べよう。カメラがあるんですね。どこに？こちら。これ？ゆうちゃんが作ってくれた。はい。じゃあお祝いですね。一緒にお食べましょうと。いただきまーす。いただきまーす。はい。ありがとう。いただきまーす。これどんぐらい時間かかって作ったの？1時間。すごいね。1時間で作れたん？しかもさ、レイの方が多いんだよね、量。たらこパスタでしょ。うん、そうだよ。多くしてくれたん。うん、優しいね。たらこ尽くしの方が嬉しいと思って。なんかサラダにかかってる、これ何？それはね、あのバーニャカウダってやつ、ホタルイカのバーニャカウダっていうのを、あの富山で仕入れてました、帰った時に。うん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 。それはね、あのすごいね。おいしいおいしい。本当に？うん、すごいじゃん、天才だね。なんだ、いつからかわかんないけど、たらこパスタが一番好き。ゆうちゃん、たらこパスタ作るのレイよりうまいかも。なんかね、サイゼリアの味に近い。本当に？うん、レイ何回もサイゼリアのたらこパスタにしたくてやってたんだけど、なんかね、めんつゆ多かったりとかしてっぽい味にならなかったの。うん、なんかめっちゃちょうどいい。これはね、めっちゃ嬉しい。これ誕生日も作ってほしいわ。サイゼリアのたらこパスタにちょっと似てる。そうね。レイはね、多分サイゼリアのたらこパスタの味がめちゃめちゃ好きなんで。これめっちゃ美味しい。本当に？すごい。ありがとう。いい子いい子。あ、これはね、120点。マジで？ガチでってこと？ガチでってこと？めっちゃ美味しい、これ。本当に？やばいやばいやばい。めっちゃ美味しいよ。何入れたのこれ？たらこと、うん、バターと、うん、生クリーム、うん、あとめんつゆ。めっちゃ美味しかった。まあ多分、うん、まだ残ってるんですけど、あとはゆっくり食べたいと思います。うん、まさかさ、友達と一緒に遊んできてさ、こんなのが置いてあると思ってなかった。よくできました。めちゃめちゃ美味しい。これレシピ載せた方がいい、絶対。大成功でした。イエイ、ありがとう。今回は普段料理を作らない彼女がサプライズで料理を作るとどういう反応するかでした。なんかね、置いてあった時にあれ、ご飯あるって思って、ご飯ある思ったね。その時に作ったんだって分かったんだけど、あの記念日のために作ったっていうのを知ってもっとびっくりしたし、めっちゃ美味しかった。なんて、うん、いっぱいこれ食べた。あとこれ4杯ぐらい食べたいもん。もう残ってないの？たらこ。はい。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。普段料理をしない方は恋人さんに作るととっても喜ぶのでやってください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram もやってるよ、 やってるよ。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。カルパッチョ下手くそだけど、下手くそって言わないで。あ、本当に？バイバーイ。味は美味しかったです。今日のゆうちゃんは120点です。惚れ直した、惚れ直した。